イスラム教です。イスラム教はキリスト教に次ぐ信者数がおり、今後イスラム教圏の人口が増加し、将来的には世界一の信者数になると言われています。そんな世界的で巨大宗教のイスラム教ですが、一般的に日本人には馴染みがありません。イスラム教がどんな宗教かわからない人が多いと思います。今回は入門編としてシンプルな解説に挑みます。一言でイスラム教の教えを言えば、アラーの神が唯一絶対神な神で、アラーの使徒がムハンマド。ムハンマドはアラーの神に選ばれた一番正しい模範となる人物です。だからイスラム教徒は人として理想の姿であるムハンマドを真似ることにあります。ムハンマドは普通の商人で、ある時山の洞窟で瞑想するようになりました。そこでアラーから啓示を受けたのでした。ムハンマドはその内容を口伝いで周囲に語り始めます。それがイスラム教の始まりです。このムハンマドの口伝いを後に周囲が書き留めたのがコーランです。コーランはムハンマドが言ったことをそのまま書き留めているので、内容の矛盾点などがいくつもあります。また編集もされていません。だから最古のコーランと今のコーランが変わらないのです。言葉は生きているので時代時代で変わっていきますが、コーランは変わりません。文章表現なども時代が変われば変わっていきますが、コーランは変わりません。ムハンマドが言ったことは絶対的なことで議論の余地はないのです。ムハンマドは人間で、あくまでアラーを取り継ぐメッセンジャーです。信仰の対象は唯一絶対神アラーのみです。ムハンマドは媒体です。ムハンマドはアラーが選んだ模範的な人間、ムハンマド自体が人間の教科書ということです。イスラム教はムハンマドの行動を真似る、これにつきます。イスラムの巡礼の仕方として、なぜそのようなことをするのかと思うのがいくつもありますが、答えはムハンマドがしたから、それだけです。イスラム教徒にとってムハンマドがしたことをすることが重要で、なぜムハンマドがそうしたのかという理由は問題ではないのです。アラーを唯一絶対的に信仰する、そのためにムハンマドの行動を徹底的に真似る、これがイスラム教を理解するための最初の一歩だと私は考えています。イスラム教徒にとってムハンマドは究極のモデリング対象ということなのでしょう。他の宗教で例えるなら、キリスト教にとってはイエス・キリストということになるでしょう。仏教徒にとっては釈迦をモデリングということになりますね。では神道では、神道では例えられません。神道ではそういう存在はいません。それぞれ文化が違います。風習が違います。価値観が違っても、風習が違っても、いろんなことを知ることが意義があると思います。イスラムも知ることによって、イスラム教を理解する、イスラムの方を理解することにつながると思います。まずは知ることです。知ることから始めましょう。